どうも、男子ライフトーキング、ともなりよひとでございます。さあ、今日は土用の丑の日ということで、こちら、丑の日、モンテールから出てます。長いチョコエクレア。ただ、パッケージをうなぎ柄にして、あのチョコの部分で、まあ、うなぎっていうことではなく、なんと、ここ見てみると、自家製チョコペーストと、うなぎエキス入りチョコクリームって書いてるんですよ。うなぎエキス入りチョコクリーム。これがね、この味にどう影響してるのか、まあ、してないのか、ちょっとね、食べてみようかなと。長い、確かに。ちょっとね、割ってみましょうか。おぉ。この部分かな？この部分に、うなぎエキスが入ってると。あ、違う。こっちの上の方、色が薄い方ですね。こっちに、うなぎエキスが入ってると。ちょっとじゃあ、一口。うん。うまい。うなぎエキス。特に変わった感じはない。ただうまい。チョコ。2種類のチョコが入った。ちょっとクリームのとこだけ。うん。ただうまい。うなぎエキス。なんか、異質な感じ、奇妙な感じ、いつもと違う感じっていうのは、ないですね。普通の美味しいエクレア。ただいつもより少し長い。ただそれだけの感じでしたね。はい。結果まあ、普通のエクレアでした。パッケージがね、うなぎをこう模してるだけで。はい。ということで、モンテールから出ております。丑の日。長いチョコエクレアを食べてみました。皆さんは本物のうなぎ食べてくださいね。バイバイバーイ。